びですか？ああ、こちらへおいで。和尚の大方殿より富子への下さりものだ。大方様だ、はあ、嬉しい。また御所のおかきかしら。食べるものではなさそうだよ。開けてごらん。あ、紅皿と紅、これを私に。大方殿もようやくお前のことを一人前の女人とお認めくださったようだね。それともおかきの方がよかったかな？いいえ、ありがたく頂戴いたします。大方殿にはお前が早く将軍御台所となって御所に腰入れしてくる日を心待ちにされてるご様子だった。以前からお尋ねをしたいと思っていたこと、今お伺いをしてもよろしいでしょうか？なんだね、やがて夫となられる御所様のことか？いいえ、今兄上様のお手元にあります銅銭とやらのこと。これのこと？兄上様がいつも大事そうに扱われておられます。家の者たちも時折嬉しそうな顔で数を数えたりしております。見た目にはさほど美しいとも高価なものとも思えぬものを、なぜ人はそれを手にすると嬉しそうな顔になるのでございますか？何にでも心を寄せる姫様じゃの。これは徒党銭とも言うて、日本国に出回ってる銅銭は皆民国より県民銭によって運び込まれたものだ。いくら渡来品と言われても、私はそのようなもの何枚いただいても少しも嬉しくありません。なるほど、これの使い道を知らぬ者には何の価値もないものだ。ところがひとたびこの銅銭に潜む魔力を知るや、人はこの世のどんなものよりこの銅銭を欲しがるようになるのだよ。魔力？さればさ、この銅銭そのものは何の価値も持っていないのに、その代わり価値のあるものとものと交換する力を持ってるのだ。例えば富子が今右門の扇を欲しくなったとしよう。銅銭を持っていない富子は何か自分の持ち物と交換してもらうしか方法がない。さて、何と交換してもらおう。紅皿があるな。うむ、そなたの扇を富子の紅皿と交換してくれぬか？せっかくのお申し入れながら手前は男でございますゆえ、紅皿は不要にござります。お断りさせていただきます。うもんは紅皿では交換できぬと申した。しからば銅銭100文でどうじゃ？喜んで差し上げます。この通り、右門は進んで交換してくれた。なぜじゃ？はい、いただきました100文にてさらに上等の扇を買い求めばすれば、それにお譲りいたしました扇は元は50文ほどのもの。おかげでこちらは50文の儲けをいたしました。物で交換できるものも銅銭さえ持っておれば何とでも交換できるものだけではないぞ。人の魂も命でさえもこれで買うことができる。人はそれゆえこの銅銭を、つまり銭を欲しがる。洛中に土葬という商いが繁盛してるのもそのおかげだ。土葬？銭が物と変えられるのとは反対に、物を銭に変えてくれるところだ。富子、世にあるすべての物の価値は誰が決めてると思う？仏様？違う。仏でも五山の僧侶でも金利様でも
無論室町御所でもない。万物の価値を決めてるのは人間の欲望だ。人間が生き続ける限りあらゆるものを欲しがる。そうした際限のない物欲が全てのものの価値をつけるのだ。人間の欲望が続く限り動線の魔力は失せることはない。さてこの動線は大方殿へのご進物だが、これで何を買おうとしてるかわかるね。いいえ。将軍御台所の座をおことに買ってあげるのだよ。もう客殿に待たせている御所のご使者にそれをお渡しして、残りは蔵へ戻しておくよ。かしこまりました。